亀井静香は、日本の元警察官僚、政治家、MJS ソーラー株式、会社代表取締役会長も務める。警察庁退官時の階級は、警視制。通常は新事態で、亀井静香と表記。衆議院議員を13期務め、運輸大臣、建設大臣、自由民主党政務調査会長、国民新党代表、内閣府特命担当大臣などを歴任した。 東京大学経済学部商業学科を卒業後、サラリーマンを経て、警察庁に入庁。警察庁長官官房調査官を最後に退官。退官時の階級は、警視制。退官後、衆議院議員になり、長らく自由民主党に所属。運輸大臣、建設大臣、自由民主党政務調査会長を歴任。自民党内の派閥では、政和会に所属していたが、 平沼武雄や中川翔一らと共に離脱し、加盟グループを旗上げ、後に加盟グループと政策科学研究所を合併させ、新たに志卒会を結成、会長を務めた。2001年自由民主党総裁選挙には、中曽根康弘元首相や志卒会の全員一致推薦で立候補を表明していたが、総裁候補の一人であった小泉純一郎が、 総裁選の応援を要請。小泉と政策協定を結び、亀井は本選を辞退した。その後は、小泉の応援に回り、小泉総裁誕生に貢献。しかし、政策協定は小泉によって保護にされている。以降は、優勢民営化を強力に推進する小泉と対立、2005年に自民党を離党し、渡抜民助元衆議院議長を党首に担ぎ、 国民新党を結成。自らは代表代行に就任。2009年の第45回衆議院議員総選挙で、綿抜が落選して、党首を辞任したことに伴い代表に昇格。同年9月に発足した民社国連立政権の鳩山山幸夫内閣では、内閣府特命担当大臣に任命される。また、特命事項として、郵政改革担当大臣も兼任。 在職中は、中小企業金融円滑化法の成立に尽力した。2010年6月に発足した、菅直人内閣でも留任したが、菅直人首相が、優勢改革法案の成立を今国会で成立させるという国民新党と民主党との公約を破棄したため、組閣直後に閣僚を辞任した。2011年6月、菅直人第二次改造内閣の内閣、 総理大臣補佐官に就任。しかし、首相の退陣に伴い、約2ヶ月で退任。2012年3月、消費税増税法案の取り扱いをめぐり、野田内閣と対立し、国民新党代表として、民主党との連立政権離脱を表明。しかし、党内の連立維持派がこれを認めず、一方的に代表の解任を主張。 これに対し、代表の解任は無効だと主張し、亀井昭子と共に国民新党を離党し無所属として活動。野田首相が2012年11月16日に衆議院を解散した後の11月19日に民主党を離党した山田雅彦と共に、反 TPP 脱原発消費増税凍結を実現する党の結成を発表。同年11月22日に、 半 TPP、脱原発、消費増税凍結を実現する党が減税日本と合流し、減税日本、半 TPP、脱原発を実現する党を結成すると、同党の幹事長に就任。二0十二年十一月二十八日、加田幸子氏が県知事が結成した日本未来の党に、減税日本、半 TPP、脱原発を実現する党が合流して、 日本未来の党所属となるが、加田代表と小沢一郎の党内対立の影響で、同年12月27日に離党。翌12月28日に緑の風に参加。2013年12月31日に緑の風が解散したため無所属となった。2017年10月5日に、地元である、 広島県尾道市で一緒にやっていく相棒が見つかりそうにないなどの理由から第48回衆議院議員総選挙に立候補しないことを表明した。引退表明後の挨拶周りではこれまでの活動について地元の支持者から感謝された。小山構造省小原市長は国営美北急両公園の誘致にも力を貸してくださり地元にとって 頼りになる方だったと評価している。山陽新聞は、亀井は2015年3月に全線開通した、中国横断自動車道尾道松江線を含む、地元に関連したインフラ整備では、国とのパイプ役として、存在感を発揮したとしている。亀井祖一、静江夫妻の次男として、広島県飛馬区に山内北村に、姉二人兄一人の末っ子として生まれる。亀井は、 広島県内の私立修道中学校、修道高等学校に入学。高校1年生の3学期、通学定期券の購入に必要だった通学証明書の発行が有料となることに反発し、講義活動としてビラ配りを行う。間もなくして、学校側から呼び出され、教師からビラ配りをやめないと学校をやめさせるぞと脅されたため、亀井は今すぐやめますよと言って、 高校を実施退学した。修道高校を中退後、東京大学法学部に進学していた兄の亀井、育王頼り状況。都立日比谷高校及び都立球団高校を受験したが、不合格となり、都立大泉高校に編入し卒業。高校3年生の時は、成績が常に上位5番以内だった。1956年、東京大学教養学部に入学。 駒場寮で暮らし、昼夜を問わず、アルバイトで生活費を稼ぐ日々を送る。家庭教師のアルバイトを一人、週二回の割合で3加所こなしたこともあった。一時はアルバイトばかりに熱中して、大学の授業にも顔を出さなくなっていたが、このままでは堕落してしまうと、一年発起して、養心館、相気道を習い始める。相気道の道場で、田中重穂に出会い 田中の保守的な思想の影響を大きく受けたという。専門家庭では、同大学経済学部商業学科に進学。マルクス・エンゲルス全集や資本論を読破するも、マルクス主義より、愛気道に傾倒し、学生運動にも参加しなかった。また、この頃、苦しむ民衆の救済に目を呈した、大塩平八郎や西郷隆盛の文献を、愛読した。大学内でも、 合気道に熱中し、これまでサークルだった合気道クラブを正式に運動部へ昇格させた。さらに、学生の合気道仲間を集めて全日本学生合気道連盟を結成し、初代委員長に就任した。在学中に友人だった駒場自治会の委員長がアメリカ合衆国の水爆実験反対を訴えるストライキを指導したことが原因で退学処分となった。 カメイはこれに憤き通り、学校に抗議するため、コマバリを前にテントを張り、サークルの子分を引き連れて、ハンガーストライキを決行する。支援する学生からパンが投げ込まれたが、それには一切手をつけなかった。決行から一週間して、ドクターストップがかかったが、カメイのハンストが功を奏し、大学はその友人の退学処分を取り消した。コマバ祭で、犬の肉を焼肉と称して、 露店で売り、問題になったという。1960年、東京大学経済学部商業学科を卒業し、別府科学工業に入社。しかし、報道で、安保闘争を見て、デモ隊に対する警察の不甲斐なさに腹を立て、俺が警察を強くしてやると、一年発起して、警察官になることを決意。会社を退職して、国家公務員採用上級試験を試しに受けたところ、 3番の成績で合格。警察官採用上級試験には5番の成績で合格した。成績優秀のため各官庁からオファーが来たが、加盟の本来の希望であった警察庁に入庁。1962年警察庁に入庁。1966年に鳥取県警察本部警務部長に就任。1969年に 埼玉県警察本部刑事部捜査第二課長に就任。1971年、警察庁警備局で局座事件に関する初代責任者となり、成田空港事件、浅間山荘事件、テルアビブ空港乱射事件などに関わる。成田では、機動隊の総括責任者として着任した直後に、東方十字路事件が発生し、警察官3名の殉職という事態に直面している。 警察庁警備局公安第一課理事官、警察庁長官官房調査官を経て1977年に退官。15年間警察官僚として働いたが、いくら警察で頑張っても所詮、社会のゴミ掃除だ。社会のゴミを出さないようにするには、政治家になるしかないとして、政治家を志す。そして、350万円の退職金を元手に、 衆議院議員総選挙に立候補する決意を固める。広島県北部の有力第2士で、当時引退したばかりの長山忠則に懇願し、長山の後継指名を得て、選挙に挑むことになった。1979年10月、長山忠則の後継として、第35回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、旧広島三区から立候補し初当選。以後、 引退まで連続当選。党内派閥では、清和会と自由革新同友会に掛け持ちで所属した。1982年10月、自民党総裁選挙に立候補した中川一郎の推薦人となる。1985年12月、第二次中曽根第二次改造内閣の運輸政務次官に就任。1986年7月、 中曽根康弘首相の靖国神社参拝中止や第二次歴史教科書問題などに反発し、村上正国や小川誠らと共に保守系の政策集団である国家基本問題同士会を結成して座長に就任。大韓民国との間に戦争が起こらない保障はない。日韓は断交すべき。党の過激な発言で物議を醸す場面もあった。 1989年4月、自民党の中堅、若手国会議員を集めて、派閥横断グループ、自由革新連盟を結成し、白川克彦と共同代表に就任。1989年6月、自民党総裁選挙で、山下管里を擁立しようとしたため、政和会から除名。1989年8月、自民党総裁選挙に、 石原慎太郎を擁立するが、回復と式に大差で敗北。1990年3月、衆議院農林水産委員長に就任。1990年10月、石原慎太郎と共に、政和会に復帰。1994年2月、細川連立政権と総価学会の関係を政教一致であると批判するために自民党内の勉強会。 憲法20条を考える会を結成し、同会会長に就任。1994年6月、日本社会党の野坂公権国会対策委員長との接触で、自社差連立政権構築に尽力し、村山内閣の運輸大臣、新東京国際空港担当大臣に就任。在任中は、下記の成田問題の他に、客室乗務員の契約社員化に反発し、 日光や経団連と対立した。1994年10月、第12回成田空港問題円卓会議で、運輸大臣及び、新東京国際空港担当大臣として、東方十字路事件の元被告と握手を交わし、成田空港問題に一つの終止符を打つ。1996年10月、第41回衆議院議員総選挙に、広島6区から立候補。 自民党組織広報本部長として選挙に臨み、新進党新人候補の佐藤浩二を破り当選。この選挙戦直前に翌年行われる予定だった消費税率の5%への引き上げについて凍結または延期すべきと主張し他の党幹部と対立した。1996年11月第二次橋本内閣の建設大臣に就任。この頃、 梶山ヤ六内閣官房長官と連携して、閣内から、保護連合構想を唱える。1998年9月、森吉郎との派閥内対立により、平沼武雄などの同志21名を引き連れて、政和会を離脱し、加盟グループを旗上げ。また、中山太郎らと日本再生会議を結成し、同グループ代表幹事に就任。 1999年3月、亀井グループと政策科学研究所が合流し、志卒会結成、同派会長代行に就任。1999年10月、自民党政務調査会長に就任。公共事業の見直しを表明し、連日深夜に及ぶ議論の末、2兆7000億円分を削減した。2001年4月、 自民党総裁選挙に立候補するが、小泉純一郎と政策協定を結び本選挙立候補を辞退、小泉の支援に回った。しかし、小泉が首相になった後、政策協定はすべて小泉に一方的に破棄された。亀井は一生の不覚だった。とも述べている。2001年11月、死刑廃止を推進する議員連盟会長に就任。2003年9月、 自民党総裁選挙に立候補し、小泉純一郎に次ぐ2位の139票を獲得。2003年10月、志尊会会長に就任し、自民党国会議員約60名を要する派閥の領収となった。2007年11月17日、街頭演説にて2005年8月、小泉内閣が推進する郵政民営化に反対し、自民党に離党届を提出。 講演会からは、気が狂ったのかと散々言われたが、小泉政権のおかしな流れをここで止めなければと思ったため、離党届を出した。志卒会会長を辞任。国民新党決闘に参画する。2005年9月、第44回衆議院議員総選挙において、無所属で立候補した、堀江貴文を26,546票差で、退けて当選。 当選に絶対的に自信があったため、堀江に関しては質問された際、元気な若者でいいんじゃないというぐらいで批判はしなかったが、あれでは政治家として到底通用しません。本当に国民の生活を考えている政治家からは土の匂いがするものです。堀江門からは都会慣れした金の匂いしかしませんと述べている。 選挙後、国民新党の代表代行に就任。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙には、引き続き、広島6区から国民新党公認と民主党の推薦を受けて立候補し、自民党の公認候補に67,479票の大差をつけて11期目の当選を果たした。この選挙では、 国民新党代表の綿貫多美と幹事長の亀井久美が共に落選する事態となったため、選挙翌日に綿貫から代表を引き継いだ。金融、郵政改革担当大臣2009年9月16日、民社国連立による鳩山幸男内閣の成立に伴い、内閣府特命担当大臣に就任した。内閣府特命担当大臣の担当事務以外に、 郵政事業の抜本的な見直し及び改革を推進するため企画立案及び行政各部の所管する事務の調整の特命事項を担当する。金融担当省として行った政策その結果、2010年4月の自殺者数は警察庁発表で前年同月比18.7%の大幅減少になった。また、東京商工リサーチによると、2010年2月の 企業倒産は前年同月比17.3%の激減。負債総額も64.3%減となった。しかし、この背景には2008年に起こった世界金融危機による不況からの景気回復があることも考慮する必要がある。これらの制度を作った動機には、小泉政権下で国内の自殺者数と倒産数が市場最多となり、 亀井の知人の中小企業経営者3人が自殺したことがある。亀井は彼らから相談を受け金融機関に掛け合ったが、貸し出しも返済猶予も断られ、社長は亀井宛に悲痛な衣装を残していき、副社長も後を追って自殺。亀井は葬儀に行き、遺族と一緒に抱き合って泣いたが、3日後に新しい副社長が自殺した。社長になれば、今後は、 自分が債務を負わなければならないからだった。亀井は真っ当な経営者や従業員が無駄なしを選ばなくて済むよう制度改革を進めた。大臣就任早々、金融庁の検査官を集めて、これまで君たちは金融機関のための検査をやってきたが、これからは銀行が借りて企業のコンサルタントとして社会的役割を果たしているかをチェックするんだと訓示した。 小泉政権で労働者派遣法が変更され、派遣社員が簡単に合法的に首切り解雇できるようになっていたため、不況により首切りにあった人が激増し、住宅ローンの支払いもできず、自殺者数が史上最多となった。また、小泉政権で建築基準の審査を民営化したことにより、耐震偽装事件などが発生、住居を失い会社も辞めさせられ、 しかし住宅ローンだけが残り生活ができなくなった人を見て個人にも金融機関に住宅ローンの支払い期限を延長しなくてはならないというものだった。マスコミはこの中小企業金融円滑化法をモラトリアム法、加盟法などと呼んだ。衆議院の財政金融委員会で小泉の息子新次郎が加盟の考えが時代に逆行していると発言したため、 お父さんがおやりになったところに帰っても何もいいことはないと言い返した。外国人人政権2010年4月17日、永住外国人への地方選挙権付与に反対する集会に出席し、賛成権付与が日本を滅ぼす。国民新党が拒否権発動しているから今国会で成立しないと述べた。 選択的夫婦別姓制度優勢改革法案2010年6月11日未明、第174回国会での優勢改革法案成立が見送られたことを受け、高等間の約束が履行されなかったとして、民主党の菅直人内閣に激怒し、民主党との連立も解消をすると主張した。しかし、亀井久沖に与党に留まってほしいと懇願され、党内の4時間に及ぶ会合後、 与党には、とどまることとなる。しかし、亀井静香は閣僚を辞任、後任は、同党の元優勢大臣の事件小三郎となった。議員引退後に、優勢改革の道は頓挫しました。民営化から10年が経ちましたが、優勢事業は、縮小し、買収戦略は、失敗続きで、いろいろと問題が出てきていると感じます。ただ、私はすでに政界を引退したみ、 優勢の行く末については、後の世代に託すしかないね。と述べている。内閣総理大臣補佐官2011年6月27日、菅直人第二次改造内閣の内閣、総理大臣補佐官に就任。当初、菅直人首相は、副総理としての入閣を打診したが誇示し、最終的には、首相補佐官としての起用を了承した。同年9月5日。 野田内閣の発足に伴い首相補佐官を退任。国民新党分裂、離党へ2012年3月に野田改造内閣が社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律を閣議決定したことをめぐり、連立協定違反を理由に連立政権離脱を表明。しかし、党内の多数が 連立維持を主張し、国民新党副代表である、事件翔三郎が閣僚とて、同法案に署名したため、国民新党は分裂。同年4月5日に、党内の連立維持派は、亀井の国民新党代表の解任を決定したが、亀井は代表解任は無効と主張している。その後、亀井は、翌4月6日に、記者会見し、解任は有効だとは思っていないが、私はこのまま、 国民新党にいるべきではない。今から日本が立ち直っていくために一兵卒として全力を挙げて頑張っていきたい。国民新党代表のまま離党いたします。以後はもちろん代表ではありません。と述べ、亀井明子と共に国民新党を離党した。国民新党離党後、旧知の石原慎太郎東京都知事と共に新党結成を図り、水面下で活動し、 石原と小沢一郎を連携させることを画策する。しかし、石原は小沢に対して強い嫌悪感を抱いており、この計画は頓挫する。2012年10月、石原が日本維新の会代表の橋本徹大阪市長と連携して第三局運動を展開すると表明する。この際、今度は石原から亀井に対して新党参加への要請があったが、亀井は 政策理念が異なる橋本との連携を図ろうとする石原を批判し、新党参加を拒否した。その後、石原は2012年10月25日に東京都知事を辞任し、同年11月12日に立ち上がれ、日本を母体とした新党太陽の党を結成した。一方、亀井は民間人の有志らと協力して新党を結成する計画があると、 同年11月3日、テレビ東京の番組で表明した。2012年11月19日、艦隊平与経済連携協定の交渉への参加反対を基軸政策にした、反 TPP、脱原発、消費増税凍結を実現する党を TPP に反対し民主党を立党した山田雅彦と共に結成した。同年11月22日、反 TPP、 脱原発、消費増税凍結を実現する党は減税日本と、合併して減税日本、半 TPP、脱原発を実現する党となり、同党幹事長に就任。その後、国民の生活が第一などとの合流を前提とした、新党を模索し、同年11月28日に、かだゆきこが県知事が結成した日本未来の党に、減税日本、半 TPP、 脱原発を実現する党と国民の生活が大事が合流する形で新党が実現する。しかし、日本未来の党は結成後1ヶ月も経たない間に、加田幸子代表と小沢一郎の対立が表面化し、分裂状態となる。これを受け、同年12月27日に離党。翌12月28日に、亀メ子の仲介で、平山誠と共に、 緑の風に合流した。これにより、緑の風は、所属議員が4名から6名となり、政党要件を満たし、国政政党に復帰した。しかし2013年7月21日に行われた、第23回参議院議員通常選挙では、亀井明子と平山誠を含む4名が落選し、所属する国会議員は、亀井と安倍智子の2人だけとなり、 緑の風は再び政党要件を喪失した。緑の風は同年12月31日に解散し、加盟は再び無所属となった。2015年3月27日、自民党や公明党、民主党や維新の党などの与野党国会議員約40名と、超党派グループ、地域活性化協議会を結成し、同会代表に就任。 安倍政権に対する地方再生への政策提言を目的としており、日本は待ったなしだ。前世を敷いてもらわなければならない。と、同会の活動で安倍晋三首相を支援する考えを表明した。2017年10月22日に行われる第48回衆議院議員総選挙には立候補せず、今期限りをもって政界を引退することを表明した。 同年11月28日に、都内のホテルで開かれた引退パーティーには、森吉郎、綿貫多美助、石原慎太郎、北島三郎ら約800人が出席した。2019年5月21日発令の春の叙勲で、朝日大受賞を受賞。2020年の都知事選では令和新選組の山本太郎を応援する動画を公開した。趣味は、ゴルフと油絵。 油絵は2001年と2005年に古典を開いている。尊敬する人物は、チェゲバラと、王子を平八郎。合気道六段であり時折見せる過激な言動や、若手時代の高派的思考等の影響で、コア表の印象もあるが、根は、官僚時代から、親分肌である一方、義理堅く人情化であるという。相撲に造形があり、先代武蔵川こと元横綱。 三重の海を根にしていいるという。東京中日スポーツ2006年6月29日号の朝昇流よ、だらしない日本の男をぶちのめせ。という見出しの記事では、旧武蔵川部屋の様子について、部屋が以前に比べ低迷しているのは、市内を振り回さないからだ。厳しく鍛えるなら、ぐしゃぐしゃに折れるくらいでないとねと部屋前世紀のスパルタぶりを証言した。それとともに、 朝昇龍を絶賛しており、だらしない今の日本の男の子を土俵上でぶちのめしてほしい。おとなしくしなよくやるのが横綱の条件ではないという内容の賛辞を朝昇龍の結婚式に送ったこともある。当時の日本人力士の低迷についても美しい心と肉体を失ったから、今の日本人は人間じゃない。小泉総理を筆頭に、強者が弱い者をいじめ、 快感に浸っている。それでいいという世の中になっている。小泉政権の批判に絡めた分析を行った。中川ハイライの親友といわれる石原慎太郎と高速道路を走行中の車内で言い争いとなり、怒った亀井が車から石原を引きずり出し路上に置いてけぼりにしたことがあるという。亀井は、あいつは、わがまますぎると話しているというが、石原は、 俺のような上品な人間には、亀井みたいな下品な人間がいた方がちょうどいいんだと、話している。石原が、東京都知事を辞任して、太陽の塔を立ち上げた際、亀井は、週刊誌でたびたび痛烈な石原批判をしており、また石原も、同時期に、テレビ番組で、精神思考弱者。何を言ってるかわからない。塔と亀井を痛烈に批判するなど、 一時は、両者の欠別を放彿させる言動が相次いでいた。しかし、2013年6月30日に、加盟の提案で開催された、円卓会議に、石原が飛び入りで参加しており、また、ウィルで共に連載を持つなど現在は和解している、様子である。郵政民営化を含め当時の国民は、小泉政権が掲げた、改革の熱に浮かされていました。しかし、 彼が作ろうとしていたのは、市場原理主義のアメリカ型社会。弱いものを無慈悲に蹴落とす、弱肉強食の世の中。私は、その改革路線が我慢できなかったとしている。2009年に、国民新党党首として、金融担当大臣に就任した。同年、閣僚の彼が提唱し、民社国連立政権として発表した、いわゆるモラトリアム法案によって、 金融株の売りが進み、大幅に下落したことについて9月27日のサンデープロジェクトで私が言ったから株が下がるほど脆弱な銀行は銀行業を営んでいる資格がないと述べた。また、信用を失うほど投資家や国民から信頼されていないのなら、まず金融機関が自ら反省しないといけないと主張した。亀井はかねてから大企業の談合は悪い談合。 中小企業同士の談合は、良い談合という持論を持ち、2009年10月21日に、本来金融庁の管轄外である、公正取引委員会の竹島和彦委員長等を呼び出して、良い談合を容認する様に要求した。この際、竹島委員長は、良い談合論には、そのお金が誰のものかという発想が欠けている。それは国民であり、消費者なのだと反論した。 犯罪の容疑者に対する取り調べの全過程を録音、録画することには反対している。なお、2010年1月、記者会見で後半に出す、長所作成の過程を全面、可視化することはいいと思うとし、限定的な可視化について容認した。東京国際空港の再拡張事業である4本目の D カスソウル建設事業については、 東京都知事の石原慎太郎とばかり、当時の運輸省を半ば脅して、わずか15部の交渉で調査費を付けさせ着手に持ち込んだという。2009年9月に金融大臣就任後、記者クラブのオープン化を行おうとしたが、加盟者に反発されたため、第2の記者クラブとしてフリーランス記者にオープンし、記者クラブ加盟者と別々に記者会見を行った。 2010年1月に発生した小沢一郎資金管理団体政治資金規制法違反事件に関して BS11 の番組内で今の国民は相当数が大脳皮質で冷静に判断する能力を持ってない。新聞が小沢を叩くと小沢が弁明しても誰も聞く耳を持たない。と主張した。石原慎太郎らと同様に日本にカジノを導入する方針を打ち出している。 すでに沖縄県で進んでいる火事の特区構想を支持し、観光、県民所得の増加を目指している。なお、実現には至っていない。2010年通常国会において民主党が提出を表明していた外国人人政権人権救済侵害法案に加盟が反対を表明し閣議決定を拒否したため民主党は同法案を上程できなかった。自民党が提案した。 国籍法改正案は偽装認知が起きるとして DNA 鑑定を明記する要要求。しかし国民新党以外の党が賛成したため可決成立となった。2011年の福島第一原子力発電所事故後は保守の立場から脱原発を主張している。2012年7月7日の報道では石原慎太郎東京都知事をトップに半原発 反消費増税、反オスプレイ配備を掲げる第三極の新党を作ると明言。さらに2012年7月29日には国会議事堂を取り囲む反原発集会に参加し原発再稼働を批判するスピーチを行っている。ただし、完全な脱原発を主張しているのではなく、地下式原子力発電所政策推進議員連盟の顧問を務めており、 放射能を地中に封じ込む地下原発に関しては容認。2015年にマミヤ OP 社長の鈴木里氏と共に太陽光発電会社 MJS ソーラーを設立し、現在は代表取締役会長を務めている。亀井は2019年10月同年夏頃に安倍晋三政権と国民民主党との間で大連立構想が持ち上がっていたと明らかにした。 安倍首相も OK した。玉木雄一郎代表も結構だとと述べた。2021年2月17日のシニアに放送された夫婦別姓、結婚できない二人の取材日記で夫婦別姓を望み現在は事実婚の夫婦に対し、亀井は事実婚夫婦。ややこしいんだね。あんたたちはそんなややこしいことして生きていかなきゃならんのと、真っ向から夫婦の現状を否定した。 亀井が愛し合ってるならね、性が一緒でないと困るんじゃないのと聞き、妻が何に困りますかと尋ねたところ、やっぱりさ、一つになった方がいいんだよ。あんたたちイも一緒になるんだろ。だから心も一緒になったら、全部一緒になったらいいんだと発言。夫が法律婚ができないことで子供の共同親権が持てない、不利益があると伝えると亀井は、 国家からの恩恵を受けたいと思うのであれば、国家のルールに対してある、程度妥協戦と生きていけねえだろって俺は言ってるんだよ。常識的なことを言ってるんだよ。国家の保護を求めながらね、一切ね、国家の行為に対して協力をしないというのは、得て勝手って言うんだよ。よく考えてみなさいよ。あなた方のためにね、他の国民がおるわけじゃないんだよと暴言を吐いた。これは人権について、 権利を得たいならば、義務を果たせと言っているのと同義であり、優勢思想にも容易につながる発言である。また、個人個人の思いを尊重できる日本になれるのか、一つの家族の形しか認めない社会になるのか、どちらが理想だと思いますかと尋ねられると、亀井は、日本はな、天皇の国だよ。簡単に言うと、まあだからね、民がさ、 夫婦が性が一緒だ別だなんて言うこともないんだよ。みんな天皇の子だから、一緒なんだよと回答した。一連の仮盟の発言に対し、ネット上では、こういった考えで、選択的夫婦別姓が進まないのは、悔しい。根本的に、民主国家を理解していない、見ててメンタル削られた、価値観の押し付けがすごい、初対面の人を、あんたたちと呼ぶなど議論以前の問題など物議を読んだ。 亀磯一、静江の次男として生まれる。姉二人、兄一人、妻との間に三子、また離婚した前妻との間に二子がいる。ありがとうございます。